人ジェンダスレイペ。明日家行きます。おいじゃあな。おいバイバイ。おはようございます。今日も始まりました、リーダーです。今日はね、今から僕友達に会いに行きます。カンボジアのねマーケットがあるんですけど、そのマーケットのね周りに子供たちがたくさんいて、その子供たちっていうのが、まあ、いわゆるストリートチルドレンって言われる子たちでね、お金くださいとかだったり、あとゴミ拾い、お父さんお母さんが多分ゴミ拾いの仕事してるのかな、その手伝いみたいなのをねしてる子供たちが、まあ、たくさんいて、あるね兄弟と友達になったんですね。その兄弟に会いに来ました。はい。でその兄弟がね住んでるって言ってたのはね、ここお寺なんです。ちょうど僕のこの後ろなんですけどね、このお寺の、まあ、中か外か分かんないんですけど、まあ、ここで住んでるからって言って、今度来いよって、遊びに来いよっていうことなんで今日来ました。はい。このお寺の中には普通の学校もあるらしいんですよ。学校とお寺が一緒にあって、でその中で住む貧しい子供たち、まあ、僕もよくその辺がちょっとわからないんで、実際に行って、まあ、どういうものなのかっていろいろちょっと確かめてみたいと思います。カメだ。いないね。いないね。どこ行っちゃった。どっか行っちゃったね。遊びに行ったかな。遊びに行ったかな。これね、お寺の中にある。これお墓ですね。この右でね。これカンボジアのお墓です。学校、お坊さん、あと物乞いの子供たちとか、で、あと休憩してるいろんな人たち。なんかそういう人たちがいろいろと入り混じっていますね。いたね。見つかった。おい。おい、スレイペだ。おい、そうしない。やっと会いました。なま、なな。ジェンダー。おい。バイ。バイ。おい。バイ。あ。来たね。おい。はい。はい、どうぞ。お母さんたち向こうにいるんだ。あ、じゃあちょっと見に行ってみようか。家はどこなんかな。あ、こっちから入ってくんだ。お、え、この先に家があるの。あ、ここだ。お墓だね、本当この上が。ジェンダー、ジェンダーちゃんのお母さんですね。お腹が大きくて妊娠7ヶ月らしいですね。お腹が大きいから。ここはね、中お墓なんですよね。ちょっと中見してもらっていいですかね。この中がね、誰のお墓かちょっと分かんないですけど、はい、まあこういった感じのスペースですね。塀の向こうがすぐ大きな道路ですね、はい、この後ろはすぐ学校ですね。うん、お腹大きいけど、まあ一回も病院には行ってないんだよね。国がお金を出してくれる病院、そう、政府のね、そうあるけど全部出すわけじゃないんだね。少しこっちもお金を払わないといけないんだね。薬代が高いのか、はい、赤ちゃんじゃあどこで産むのかな。家じゃなくてここで。ここで産むの。現状と私の旦那さんが手伝っている。あ、みんなが手伝ってくれてここで産むんだ。まあ心配してるけどしょうがないね。お父さんはゴミ拾いの仕事をしてるんだね、お母さんの。はい。それでいつもジェンダーちゃんたちがみんなお手伝いしてるってことね。はい。うん。から、うん、お金少しもらってくれる。
物乞いだね。そう、これ隣学校だけどみんな学校に行ってるのかな。住民票がないから入れないのか。じゃあ学校行ってないんだねこの子たち。行きたいよね、はい、そりゃそうやんな。みんな行きたいよな。子供たちと毎日ちゃんと普通に勉強できる、自分もできる。今ジェンダーちゃん何歳だったっけ。8歳ね、うん、3歳ね、うん、えジンとジェスターはドバイ。おドバイ。ジェンダーはジェスター10歳。あジェスター10歳か。これ夜はこういうハンモックでみんな寝てるのかな。このベッドマットレスとかないのかな、うん、あこれタイルだからねすげえ硬いよ。でここで料理してるね。ああこのあこの後ろでね、はい、ここで料理作ってるんだね、このカセットコンロで、はい、うん、そうか。電気あるのかな、ここ電気はない。電気がないよ。電気はないか、はい、あじゃあ夜はもう真っ暗なの。何もライトも何もないのか。夜で使います。あ夜はこのろうそくだ、はい、あ使ってるんだねそのろうそくが。これがあるから。イエイ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 。見え見えありますよクレヨン。クレヨン。よしこれをねみんなにこれ分けてみますか。上手だね。ベリーグッド。めっちゃおうまいよねみんな。うまいね。グッド。うまいね。ジェンダーちゃん。綺麗だね。おうちっちゃいのやってるな。おいおいやってるね。よくスマイル、うん、よく笑ってかわいいね。この上もお墓がある。うん、あこのお墓ね。あれこれ上上がっていいのかな。いいよ。本当そうですね、この外から見るお墓ですね。どうなってんの、まあ、墓石ですか。お墓がありますね。なんでこんなカバンがいっぱいあるんだこれ。いっぱいあるけど。社長買ってきたの。お買ってきたよ。腹に子供おんのにあんな硬くて冷たいタイルの上で寝てたらかわいそうやん。そうですね。いや辛いよあれは。だからねとりあえずマットレス買ってきた。でマットレス買って少しねまあ、栄養のつくフルーツ、はい、差し入れに買ってきた。はいありがたいね、うん、よし持っていこう。できる。យើងតងន់ហងចិត្តគាត់តែញ៉ាំពោកនេះអើគេអូចិនដាអានោសិកតោជានេះអ៊ីតាអាចិនដា仕事しに行ってんや。はい。あ社長果物。うん。まあオレンジとかリンゴとか、はい、あとちょっとねフルーツ、うん、食べます。これお母さん。はい。ああとこれだ。これねお腹。あれっぽい。
これね、お腹が冷えるから、はい、ブランケット、これね。あれポイントだばい。これ冷やさないですね。ケンだっぺいとともねんじゃんけいまんもいよくめんくめんない。そうだね、これ2つあるよね。ケンもこんえん、子供たちですよね。今お母さんお腹7ヶ月、7ヶ月にしてはちょっとでもお腹ちっちゃいよね、うん、話をしとってます。はい、病院もね行ってないから、実際に赤ちゃんがね今どういう状態なのか、うん、生きてるのか死んでるかも分かんないみたいなことも言ってて、うん、すごい不安だと思うんですね、はい、日本だったら、まあ、日本だったっていうか、まあ、みんなね妊娠してるときは定期的にあの検査しに行ってね、今の赤ちゃんの状態とかみんな調べるんだろうけど、お母さんは一回もしてないって、まあどういう状況かな分かんない、不安なことがいっぱいあるやろうけども。あ、そうだね、お父さんまた夜もあの、うん、仕事するからね。そうやな、はい、毎晩夜中中ずっとゴミ集めしてんもんな。はい、まあ、そら疲れるよな。うん、うん、よし、また来るからね。うん、はいはい、おくん、おこんばん、おこんちゃんちゃん、あたいやぼん。いや本当ね、妊婦さんなのにね、あんなもう硬くて冷たいタイルの上で寝るのはね、もう絶対体に良くないんで、まあ、今回、ね、お母さんに渡した時、お母さん泣いてましたね。初めてこういうことされたっていうことで嬉しくて涙流してたんですけど、なんかああいう姿を見てたら僕正直やっぱ少し心がやっぱ苦しくなりました。子供たちも田舎から出てきてるんで、プノンペンに住民票がないから学校に行けないんですね。で、ここの場所は、まあ、お寺の中で学校もあるんですね。小学校があったり、後ろ見えてると思うんですけど、小学校だったり、まあ、高校とかでね、ほんとこれも辛いんですけど、やっぱこう近くにみんな綺麗な制服着て大きな声で楽しそうに授業を受けてる声がね、家に聞こえてくるんですよ。さっきの家の子たちとかね、子供たちは本当はねすごい学校に行きたいんでしょうけど、なんか我慢してるっていうかね、少しなんか暗いような感じがしましたね、僕が感じたのは。まあでも自分と同世代の子供が楽しく遊んでるところを見るとやっぱ辛いと思うんですよ、あの子たち。あの子たちはやっぱり今もね、昼も今仕事に出てるんですけど、夜も仕事もしてるんですよ。夜はねお父さんのゴミ拾い手伝って、でその周りでまあ物乞いってお金くださいっていうこともしたりとか、まだまだわからないこととかもたくさんあると思うんで、もっともっと子供たちと関わって自分の今できること、本当に必要としてる人たちのもとに少しでも、まあ、物だったりとか教育的なものだったりとか何か届けれたらなと思います。では今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。